やったな。이제 전술 나왔어요. 빨리 애들 올려주자. 계속 돌고. そうだな。そうだな。나이거봤던거잖아賛成だ。ちょっといいか。話しますが、つまり皇帝です。お呼びでしょうか。そうか。あ。이번에는제긴가민가했다베르콘이사야겠지맞아そういや、物資は軍の命、大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。明日も少しよろしいかな。まったく。お呼びでしょうか。私の知らんは高くつくぞ。액션興味深い力興味深い力ね이건보존은필요없고회복력습기됐어우선이렇게네쓰기필요없을것같아요그래서얘는레벨부터올려줘요필요한것만하시가죠얘는올려서다행이다
あ、소리없어마는거못해아성장한개더그만다할까안돼문지기 문지기못했다나중에이제아우돈이많이부족하다そういえば나저기말안하고왔어少しいいですか少しいいか。いいですか。聞いてよ。そうだな。ありがとね。そうだな。やれやれ。賛成だ。聞いてください。みっちり鍛えて差し上げます。少年が한명도없다고？戦場での活躍を期待しています。그러네。みっちり鍛えて差し上げます。아야벼를먼저있다벼라고하피해피다올려버려헤트라다했고나벼를먼저하자
아얘도할게없다니얼야웨이시하고없네야누구하라누구하라못해야돼김찐공하고할까그러자올려버리자배구리고목소리쓰고있어누구누구였지애쉬홀리말고鍛えて差し上げます。아이고야아잘못했어어쩔수없지만またいこの力私自分にも日々の訓練が勝負を分けますよ鍛えて差し上げます。この格好。誰にでも
私に。いい。日々の訓練が勝負を分けますよ。心機一転でまた。訓練が勝負を分けますよ。慣れるまでじっ。那也是我的呢。この力。よ。この力。いい。自分に。日々の訓練、戦場での活躍を期待していますよ。じゃん。大丈夫よ。お前、またやったんだってな。やるじゃねえか。お前だって相当暴れてただろう。ってこのやりとり何度目だ。わからねえけど、それだけお前が活躍してるってことだろ。まだまだ俺はお前の背を追っかけなきゃならねえみたいだな。いやいや、追っかけるってことはないだろう。俺だってお前を目標にしてるんだぞ。そう言ってくれるのは嬉しいが、まだまだ足りてねえんだ。負けねえぜ。さあ、そうと決まれば訓練だ。もっと激しくいくぞ。ああ、受けて立つと思ったんだが、少し待った。おい、なんだよ急に。いや、こうやって二人で訓練することも増えただろ。同じ内容の訓練を一緒にやってたら、お前が強くなるたびに俺も強くなって、差が縮まらないんじゃないか。何？確かにそうだな。けど俺はそれで構わねえ。へえ、なんでだ。俺が一人でこっそり訓練してお前より強くなったってつまらねえし、ずるくねえか。やっぱ勝負は真っ向からいかねえとな。同じ訓練だろうと俺の方が成長してお前を超える。どうだ、燃えるだろ。ああ、燃えるな。だが超えることはできないぞ。やってみなきゃわからねえさ。俺ならできる。本当にまっすぐなやつだよな、お前は。見てて眩しいくらいだ。傭兵にはなかなかそういうやつはいないから、なんだか新鮮だよ。そんなもんか。俺自身にはよくわからねえけどよ。ま、一緒に頑張ろうぜ。俺たちが活躍すればするほど戦争も終結に近づくしな。ああ、強さを求めるにしたって、その目的だけは見失っちゃいけないな。ララ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 。あ、この歌、ドロティアさん。やっぱり。あら、モニカちゃん、どうかしたの？あの、私、もしかしたらって思ってたんですけど、ドロテアさんって、あの神秘の歌姫、ドロテア様、ですか？様って、まあ、そうだけれど、モニカちゃん知らなかったの？気づいてみればそうなんですけど、まさか、本物が近くにいるなんて思わず。確かに私も軍では歌姫らしいことは特にしていないものね。なんで気づかなかったんだろう。名前も同じだし、凛とした立ち姿だって
帝都で見たドロテア様そのものです。ドロテア様が目の前に。感激で立っていられなさそう。モニカちゃんったら大げさね。もう昔の話。今はただの戦友でしょ。大げさじゃありません。帝都に住む女の子で、あなたに憧れない人なんていなかったんですから。ドロテア様の舞台だって見に行きました。その事情があってろくな席で見られず、ドロテア様のお顔どころかお姿もちゃんと直接は目にすることができませんでした。なので会った時もあなたがそうだとすぐにわからなかったんです。そういうことだったの。でも聞いてくれていて嬉しいわ。歌劇団の衣装や舞台の装飾は想像より華やかで、とても胸が躍りましたし、舞台の中央から劇場の隅にいた私にまで届くドロテア様の歌には心奪われました。はあ、思い出しただけでもため息が出ちゃいます。思ったより熱心に聞いてくれてたのね。モニカちゃん、モニカちゃん、すみませんドロテア様、つい思い出に浸って。いいけど、その様呼びはやめてくれる？あなたにそう呼ばれると困っちゃうわ。わかりました。ドロテアさんがそう言うなら。でもドロテアさんは戦争が始まっても歌劇団に戻らなかったんですね。そうね、エーデルちゃんの同級生だったエンっていうのが大きいけれど、まあいろいろあって私は今もここにいるのよね。私はドロテア様と一緒に、あ、ドロテアさんと一緒に戦えて光栄です。私もモニカ様と呼んで敬った方がいいかしら。なんだかんだ言って軍の人たちとも仲良くやってるじゃない。ずっと仮面の下にあったあなたの表情が今はよく見えるからかもしれないわね。そうか、他者からどう見えるかなど気にしたことはなかったが、お前が言うのならそうなのだろう。ガルグマクにいた頃からお前は周囲によく目を配っていた。あら、嬉しい言葉ね。それに私を見ていてくれたみたいで光栄だわ。でもそうね、贅沢を言うならあと一押しが欲しいわ。一押し？そう、あなたにはまだ足りないものがある。なんだかわかるかしら、イエリッツァさん。はい、残念、時間切れよ。答えは笑顔よ、笑顔。笑顔はね、人に安心感を与えるの。今のあなたも落ち着いた雰囲気で魅力的ではあるけれど、私のように笑顔でいれば自然と人が集まってくるようになるのよ。部下や仲間とのやり取りも円滑に進むし、あなたもそうなりたいでしょ。いや、恥ずかしがらないで、損はしないわよ。人だけじゃなくて動物にも好かれるし。動物？猫もか？猫も犬も魚だってあなたの笑顔に惹かれて寄ってくるわ。魚？いいこと？笑顔で大事なのは口を大きく動かすことよ。普段からボソボソ話していると口の動きも小さくなるわ。注意。それじゃあまずは今のあなたの笑顔を見せてくれるかしら。さん、はい。お前にとって教師は天職だったのだろうな。教師？あ、いけないわ、私ったらつい指導みたいに。
これだから私にはいい人が見つからないのかしら。変わる必要もないと思うな。얘는별로없다얘뜯은다했네주인공밖에없네좀보고가자아저랑음식이잖아음식은만보같아空腹は一番の敵です松丸しょぼ。けど。わざわざわお腹が減ったらまた来て空腹は一番の敵です。空腹は一番の敵です。これはとっても美味しい。お腹が減ったらまた来てください。空腹は一番の敵です。また来てください。じゃ、내가많아보러何か手伝ってくれるのか？一緒にが作業は皆で分担しない何か手伝って作業は皆で分担しないとね。何か手伝ってくれるのか？作業は皆で分担しないとね。何か手伝ってくれるのか？
人とも私がいれば。よし、作業はみんなで分担しないとね。2,205가자아이제안나가게해서사야돼돈없는데のため、この愛を戦場に捧げます。주위에없는경우가구간도포함인가포함되자구간도포함모르겠어援護してやろう。暇はありませんよ。逃げた方がいいじゃないですか。作戦行動に移る。わっ。
精霊。私作戦行動に移る。ベルの出番ですよ。援護が必要ですかね。作戦行動に移る。私に命じるか。よけも来ますね。바꾼다는 걸 끌려고 그랬죠. 안녕하세요. 아, 야, 뽀뽀 뽀뽀 이겼어. 그쵸, 충분히요. 어, 왜 내 5반이도 안 해? 아, 5반을 하고 있지 않았어? 왜 아침 일찍? 어, 5점반인데. 작전 행동에 의지를. 나에게 맡길까? 5반은 됐고. 맞자마자 이제. 아, 5점 안 해. 알았어요. 그 어쩔 수 없지. 여기 누구예요? 누가 돼? 내 작전 코드와다시니 메이지르카. 成功見る。行動開始です。進
奮します。見ましたか？トン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 、行動開始です。空の精霊、私も出番か。次はどうするか。力を合わせましょう。後期カルゾン、この手だ。え、じゃんか。허락이네얘네아까는괜히있었잖아強くならなきゃ死んじゃう。いや、言い訳を話そう。あ、똑같아。顔を教えて、キューベルト。は、どうやら闇にうごめく者どもの仕業ではないようです。名手クロードとブロスタール伯、二人の凶暴によるものに間違いありません。つまりこの包囲作戦の絵を描いたのはクロード・フォン・リーガン、あの男だというのね。まったく厄介なものが新たな名手となりましたな。全リーガン校の跡継ぎがいなかった頃は次をめぐって諸校が策動していましたが、クロードが突然現れて次の名手の座に収まってしまった。それはそれで騒乱の種になるかとも思いましたが、ここまでまとまるとは。しかも仲が悪いように見せかけてこんな策を企んでいるのよ。為政者として優れているだけならともかく、策略家として動かれるとは。そんな策略家もベルグリーズ伯の手腕は読み違えたようです。今のうちに思い知らせてやりましょう。策では覆せぬ国力の差というものを。軍の将兵よ、私に続いて。おじ、魔王軍が
すべては陛下の波動の。아다쓰고있어야번갈아가면서써슬라임이거개구린거아니었나어얘도될수있다아놀아다쓸만한게없는데얘왜또활레성인데또귀마야근데저게안바뀌어신기하네아이불인것같아야북에서북알인데이거빼봐페이지하면아얘원래기병이구나아뭐야기병이었어얘가아니네걔네있잖아얘도그럼기병이고아남성법사는기병이고여성이궁수였어이제알았다어떻게이양쪽팀은법사가여자밖에없어가지고몰랐네줄리마스터해줘모니카다보니까다음레벨모니카좀올려야겠다유코我らの責務を果たすために부딪히기갖고다녀야必ず生き残る誓います守りを行動開始です空の精霊予定通り行くわよ私の力見せてあげるできるできないではさ協力してあっ私固めないと頑張りましょうこの振り私たちで覆してみせよあっ今流したのちょっと待って。どれくらい？任せてちょうだい。私の出番みたいね。見ていなさい。私は止まらない。邪魔しないで。やるじゃない。
여기 아처가 있어. 예정대로 이끌어요. 아. 私の 힘, 미스터 차와리. 이기ます. 고멘나사이. 실패할 하즈모 나이와. 도야라. ここまで 見たいね. 각오です. 僕より苦い思い出になりましたわ。振り切った誇り見せます。予定の私の力見せてあげる。 よし、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 よ
任せなさい。よっ、だが、ただで済むと思うな。始まる。始めます。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。저시간에500500이리래이마와스카이시계기에잇야잇아토와타노미마스코노켓카도우카스라톰핫핫사마다다데스미도오모우나와타시다테야레바데키르노요꽁켓다아야뭐하고있어레벨맡아세테줘다이됐나와타시노대반みたい네와미테이나사이유시즌나갔다는데저거봐야야저거먼저해저거먼저에이나는데守る今は攻める方が得意なのか。とどめ、行きます。行動開始です。空の精霊、私見守ります。頑張るわ。お願い、手伝って。我らの力を見ろ。とや。我が身で取り付け。邪魔しないで。任せてちょうだい。私の出番みたいね。私任せなさい。まだだ。成功見る。見ましたか？邪魔よ。達成できたわ。次は何かしら。予定通り私の力を見せてあげる。交代ですか。歯が立たない。邪魔です。失敗するはずもないわ。いいでしょう。私の名を轟かせます。今私奮起です。覚悟です。とどめ、行きます。ブリギット、よし、迷いがする力及ばず、すまね。指示こなします。
次願います。行動開始です。だって됐잖아、これ잡아。やすいのか。私の見ていなさい。制圧完了です。奪う命、誰のものでも変わりません。ペトラちゃん素敵。怪我にだけは気をつけて。じゃあ待って、待って、待って、너나다했어? 아, 나, 나 죽겠지. 500 잡았지? 대국의 세일たちよ 守り切って見せたこと 誇りなさい。 これも하드どうだ？まば。가는데미지받는데미지나왔다さて、一仕事と行くか。あれ？今日は門番の。あ、あれ、パラディンで。じゃあ行こうか。来疼疼어저벨벨을쓰면움직이안해도되네야움직이안해도돼戦争の勝者になるの。あ、これ文字入れに行こうじゃが。あ、いや、いや、ちょっ
術力探偵。じゃあレベル上がっていや、デフチョン올려주고デビレ。전술大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。私の手段は高くつくぞ。自分にもどんな力も使い方が大事ですよね。こちらは괜찮아요。あじゃあ이렇게。日々の研鑽を怠るなよ。できるできないではない。やさ、協力して当たろう。ものは自分が行きましょう。我らがなすべきは勝利。ただ一つ。それこそが天命。アドラス。やはり自分に戦いの際はない。あの未来。未来はないのか。自分に任せてくだ。ものは試しですね。아나가을에봤는데상승이지마지막큰일나신군개시벨의대방ですよ음악이익도이익けどな少し休んだろ皆さんここを使ってください申し訳が立ちません。俺に任せとけ。さあ、出るぞ。もう交代です。私の勇姿、誰か見ますか？ベルは返す。おじま。テフより苦い思い出になりました。したが。次はどうする？ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。少し休んだろ。え？俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。交代ですね。必ず戻り。期待して待つがいい。せや！せや！自分に任せてください。視力を尽くし。自分に任せてください。進軍します。手を貸してくれないか。ベルの出番ですよ。そーっとそーっと進むね。俺に任せとけ。自分が行きましょう。
自分に任せてください。ものは試しですね。よし、俺の出番か。ゴー。あとは頼みます。お前らの負けだ。うまくいきましたよ。え、俺に任せとけ。さあ出るぞ。自分が行きましょう。チェッ、凡人に楽しく大事をなす。待ってくれたまえよ。ちょっと待ってよ。ここまでか。あとは頼む。ちょっと、どうしたよ。しか、少し休んだろ。自分に任せてください。もう早く起きちゃうんですよ。ものは、あとは頼む。次は、何をしましょうか。あ、ぼやち。どこだ。あ、あごにもな。俺に任せとけ。どうだいしかったな。援護に回るか。絶対しなければ。成功だ。うまくいくといいけどな。俺に任せとけ。さあ出るぞ。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。よし、俺の出番か。何が相手でも私は勝つ。すごいな。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。うまくって、ベルですか。俺に任せとけ。シックスか。無理をせず戦おう。バースなったこ갑자기めっちゃおるんで。うまくいくといいけどな。あー、バースや。목창바람바람바람데려가봐에이갑자기써가지고하나씩없애야겠다俺に任せとけ。力を任せてくれ。少し休んだろ。잠깐만아우선때리고하자때리고하자배를때려가지고상관없어그래
那怎么感觉好像这个一样啊，看到有看到的やりましたよ。自分に任せてください。物は試しですね。すごいな。俺たちならやれる。マジか、出た。ベルたちは最強です。ベルはカーッ。決着がついたか。デミジはこうじゃ変わんない。パネルデミジを噛み締めるぞ。戦いの経験ばっか増え。将兵よ、私に続いて。傭兵の戦い見せてやる。私戦う準備完了するしています。괜찮은거없어?명경주사왔다.私の力見せてあげる。失うわけにはいかないもの。この劣勢だ。無茶するなよ。進軍しましょう。片付けに少し休んだろ。あんまりさ。このご恩は一生忘れません。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。傷が深い。撤退しなければ。見ていなさい。私たちも負けてはいられませんよ。アモナイトが俺と工場なんだろう。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。
大村の墓地。あ、探索하는거야。あ、갔다。うまくいくといいけどな。どこがで。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。あ、来て。私の見ていた。早く手を貸すのです。腕競いますか、陛下。よっ、いいわよ、蹴散らしましょう。邪魔しないで。そう、予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。早く手を貸してくれ。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。やったぞ。ビルに立って覚悟くらい。始めましょう。よしだ。予定通り行くわよ。描かれて。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。砦一つもらってくぞ。必ず攻め落とす。やりましたね。ビルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。あ、もっと切れた。任せなさい。引き際も重要か。レオニ死傷仕込みの一撃を食らえ。あんたたち全員私が倒してやるよ。ベルの出番ですよ。援護が必要です。予定通り行くわよ。私の力저렇게잘돌아あげる。俺の出番か。
テフより苦い思い出になりましたか。失敗するはずもないわ。あ、안보여지도。왜이렇게말아이써브캐가있어俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。うまくいく、もう交代ですか。次はどうする。やるときはやるもん。속도뭐야 124, 저기최대인가 122설마 124, 근데123이지この犠牲の先に모니카돈얼마지모니카할수있으려나아근데안놔둬서사야돼되겠지またのご来店を
来るのか。日々の訓練が勝負を分けますよ。あははは。いや、사실까지39,000원이다아우리가루도빼한번더빼야안돼차라리야그다음에서해다안녕하세요아이라시차이이런거사필요가있겠지강화할때필요하잖아이건필요가없잖아이거만있으면될것같아이것도걸러돈없어ありがとうございました도로가야지뭐얘들기병이야자行きましょう次の舞台へ戦争の勝者になるのは私たちだ。あ、얘도해야되는데、ペルト。いいだろう。全ては陛下の波動のためにときの声が届いたわ陛下ちょっと待って、いこうあー、また창조는데다시あー、진짜대화이스템을바꿔봐야돼그래아하나씩해줘야돼깨압박한다고이렇게この一戦任せてちょうだい私の出番みたいね俺に任せとけさて一働きといきますかさて一働きここは手作戦行動に移る私に命じる俺に任せとけ俺に任せとけ力を合わせるぞしっかり集中しなきゃ俺たちなら勝てるそう思うだろうちっちゃい任せてちょうだい私の出番みたいね見ている行くぞ皆に申し訳が立ちませんね作戦行動に移る私に命じるか貸し役してみせますやればできるのよお願い手伝って準備はいいかええやっちゃいましょう邪魔しないで任せてちょうだい
私の出番みたいね。出番か。達成できたわ。次は何かしら。追い込まれたか。援護は頼みましたよ。かるぞ。この程度か。作戦行動に私に命じるか。任せてください。次はどうするか。この程度。撤退しなければもう十分だろう。人殺しターン。さあ早く手を貸すのです。少し休んだ。作戦行動に移る。援護してやろう。俺に任せとけ。よし片付けに行くか。見ている。ここまでか。あとは頼む。私だってやればできるのよ。作戦行動に移る。私に命じるか。少し休んだろ。それか任せていいか。ひとまとめにしちゃいましょう。ボギーズ組ませたんで。お前らの負けだ。俺に任せとけ。よし片付けに行くか。見ている。氷で一つもらってくぞ。ここまで見てるね。成功だ。作戦行動私に命じるか。俺の出番か。俺に任せとけ。よくなら休止だよ。俺も負けない。力及ばず。すまね。次はどうするか。テフィーは長い思い出になりましたが。俺に任せとけ。さあ出るぞ。出番か。次はどうする。サクス。作戦行動に移る。少し休んだら。傷が深い。撤退しなければ。もう十分だろう。成功だ。連携するぞ。ひとまとめにしちゃいましょう。二人で決めちゃうぞ。お前らの負けだ。出番か。烈女の力を見な。ダフネルの艦。作戦行動に移る。私に命じるか。目にかけて負けやしな。ボロ。はいよ。俺の手。よし。次だ。あなたの戦いっぷりに見とれちゃうわ。面白くないね。俺に任せとけ。よし片付けに行くか。見ている。
次はどうするか。この程度か。援護は頼みましたよ。カルゼ、この程度か。俺たちに月があったみたいだな。보니까 나들이도 이제 한 번씩 할까 이제? 나들이도 업적 있잖아. 이제 하나는 나들이 해야겠다 이제. 루시와 군의 命 대체히 使いましょうね. 난니데모 반드시 使い道は あるはずです. の訓練が勝負を分けますよ。少し差し上げます。試した。
っちり鍛えて差し上げます。訓練を怠らず勝利をつかみましょう。なぜリーキーボン、砂、風、雨、天気の話です。さっきからうんうんうなって、どうしたのかな。リンハルト、良いところ来ました。これ私理解悩みます。それって手紙？あれ、君は読むのは問題なかったよね。はい、読めます。しかし意味理解するできません。あなた読む願います。君への手紙なんでしょう。誰からか知らないけど遠慮したいな。それでは返事できません。私教える、頼みます。リハルト、仕方ないな。じゃあ読むけど。なるほど、これは確かに読めない。古めかしい表現の羅列だね。果て残りし砂の大土ありて、この身もいずれ砂とならざらん。ああ、西風よ、地の雨を運びたもうたか。我が喜びは溢れる川もがごとくなりけり。ん？ひょっとしてこれ恋文なんじゃ。恋文、愛の告白ですか。可能性ある、あります。それならそうと先に言ってほしかったな。まあ見てしまったものはしょうがないか。はい、仕方ありません。恋文読めない、より意味なさない、なしません。伝わる役目大事です。いや、わかるけど僕は全然読みたくないからね。それであなた意味理解するしました。私教授求めます。はあ、そうだね。これは古い比喩を使って手紙の送り主が君への愛を綴っているんだ。綴りすぎていてちょっと心配になるけど。愛、熱烈ですか。構いませんが、私相手ほとんど知りません。ほとんど知らないの？毎日会っているかのような文章だよ。しかも技法的にもいろいろと間違っていてよろしくない出来だね。ブリギットを意識したんだろうけど、雨を運ぶのは西風じゃなくて南風だし、そもそも地の雨は女神からの贈り物だ。君の例えとしてはかなり無礼だろう。それに自分を砂の大地に例えているのに急に川が現れて氾濫してる。めちゃくちゃだね。技法難しい思います。しかしリンハルト、あなた詳しいです。いや、僕も大して詳しくないよ。そんな僕が分かるほどひどい文章ってこと。それで返事はどうするつもり。私未熟痛感しました。感謝です。フォドラの古い表現勉強します。まさか勉強して古風な返事を返すつもり。そのやりとり成立するかな。나들이오랜만에본다나들이도업적하나있던데 세개다맞추는거나들이쓸모없어서안했는데나이제나들이많이생겼겠다업그레이드다해가지고이이ですよ너
どんな仕事でも息抜きは必要ですからね。あ、するんでもあら、あ、気になるんですよ。たまたま暇なのでいいですよ。이거뭐나들이처음에고르는것도뭐있어대화가달리려나変なものを踏まないように慎重に動いてくださいよ。おあなたの言った言葉も全部覚えてますよ。牢に駆け込んできた初対面の時からね。놀란다이게아니야아부끄러웠나요아제작이겁나어려운것같아요야질문을해그냥예좋아하는거書物を読んだり調べ物をしたりなどが好きですね。知識は重要な武器ですから。칭찬한다お任せを。아니야 칭찬한다이라고야지금알수가없어진짜아陛下のためならば何だって使います。自分に合うのは魔法でしょうかね。동의한단가경제한단가이건아닌것같아하이아다틀렸어다까먹었을때 어색하다나오겠다도대체유의미한시간でした아이게어려운것같아야어떻게가장안좋은거세개골랐어아대박인것같아이거이래가내가한번도안했지야올라가봤자야침밀도잖아리아고르침밀도어떻게다올라가게되어있다고내업적때문에저거하는거지마지막에나들이를기발할때마다한번씩해줘야겠다처음하고애들이좀많지가스파라뭔가手伝ってくれるのか作業は皆で分担しないとね。했었는데아여유는좀채워요多くの品々を取り揃えておりますよ。良い品を選ばれましたね。良い品を選ばれましたね。良い品を選ばれましたね。근무해야되는데요良い品を選ばれましたね。아왜이렇게많이줬어良い品を選ばれましたね。내선물을많이줬나보네많이줬나보네하지마またのご来訪をお待ちしております。아뭘답이었어선물주는것도포함된다고쉽게いいですか영리한사람공부좋아할거야아니라고문자가이어가
정치여가 아니라고. 너 좋아하라고 모리아 태풍콩 받고. 이가 뽕차 뭐 있지 않았나? 마사 우정아 다른 것 같아. 독수 좋아하면 뭐 줘야 돼? 내 문양 좋아하잖아. 공제 인형, 곰 인형. 아, 이 싫어하잖아. 아, 저 여성이라 쓰셨는데 여성은 아닌 것 같아. 좀 잘못 적은 것 같아. 싫어하는 거였어. 話しますが. 너도 꼭 왔다. 너 꼭 싫어하면 안 돼. 감사. 저거 잘못 적은 것 같아. 됐어요. 자, 여기서부터는 休息다. 전력으로 休み, 단화에 교지요ではないか. 그게 끝나면 다시 전력으로 訓練し, 마지막에는 전력의 夕食が 待っている. どうかしたかね? お前最近全力を出しすぎじゃないか。ここまでじゃなかっただろう。全力で休息とか言われても、やっぱ俺は気が休まらない気がするな。そうかもしれない。私はきっと焦っているのだろう。チカローに囚われている父を見て、私が何かをなさなければと焦っている。このような状況で 私にできることは全て全力でやりたいと、そう思わねばやっていけないほどに私は無意識のうちに追い込まれていたのだろう。あ、いや、俺はそんなつもりで言ったんじゃなかったが、まあお前自身がそう言うならそうなのかもしれない。気にするなよ、お前の父さんのことなんて。お前なら軽く成し遂げられるさ。 忠告ありがとう。君のおかげで自分を見つめ直せた。やはり自分で自分の変調に気づくことはなかなか難しいからね。全力を標榜する君とよく活動を共にしていたのが良かったのかもしれないな。忠告のつもりじゃなかったし、全力を標榜してもいないんだが、結果的に助けになったならよかったよ。自分の中で折り合いをつけて前に進めるといいな。 あ、重ね重ね、中言痛み入る。お前が塞ぎ込んだりしたら
軍議の空気もじめっとしちまいそうだからな。だがそれにしても大げさすぎるぞ今の言葉も。何を言っている。感謝する時とて全力に決まっているではないか。君も私を見習いたまえ。父のことも華麗に乗り越えてみせるさ。本当に無駄に全力だな。調子はどうかな。何か面白い変化はあった。俺の力か。いや特にないな。やっぱりただ使っているだけじゃダメなのかな。ありがとう。お前俺の力に興味ないって言ってなかったか。何度聞きに来れば気が済むんだよ。まあいいけどさ。興味が出るような力にしてくれるって君が言ったんじゃないか。無理ならもう聞きに来ないからそう言ってほしい。まだ無理とは言えないか。そうだよね。もう少し頑張ってよ。例えば君がその力に目覚めた状況はどんなものだったのかな。それを再現して確かめてみるとか。一番最初は死にかけた時だったな。強敵に吹っ飛ばされて立ち上がれなくて死んでたまるかって思ったら力を使えるようになったんだ。なるほど。その再現はしたくないな。本当に君が死んでしまったら大変だし他の条件だけで考えてみるか。戦った相手は誰なのか、場所や時間は、君の思いの強さの問題とか。相手は灰色の悪魔だった。また戦場で戦えればいいが、場所はどっかの森だったな。時間は夜で、そういえば満月だった。あとは強く寝返ってか。死にそうな目に遭ってる時ほどは難しいぞ。そうだね。条件を揃えるのはかなり厳しそうだ。君の力が紋章のように自分の意図しないところで急に発揮される形態であるなら、観測のためには戦場でずっと君のそばにいないといけないな。面倒だ。俺に頑張れって言ったんだ。お前も少しは頑張れよ。どうだろう、頑張れるかな。さて、チーしぼいった。ちょんずれそう。私の知らんは高くつくぞ。あにゃ、6トンばっけ없어。あ、いよ、これ。이렇게돈딸려아전파까지아이돈남네그랬다니까이한판돈이많이딸리네탈취죠다한거맞지いよいよミルディン大橋よ。橋を守っているのは予想通りフレゲトン家とグロスタール家のようね。先行したラディスラバが突破口を開いてくれているわ。彼女を廃止させることなく勝利をつかむのよ。グロスタール家の者たちは可能なら捕らえてください。以前話した通り殺すと今後の統治に差し支えますのでな。他の敵将も少しでも可能性があるものは投降するよう説得してみて。私たちの目的は敵の殲滅ではない。犠牲が減るに越したことはないのだから。ただどうしても従わないというものは撃つしかないわね。捕らえる、殺す、区別得意です。狩り、その判断する場面多くあります。このベルナデッタにそんな判断できる余裕がある。思わないよ。大丈夫、君は普通にやればいいさ。僕は説得だけ担当したいな。やっぱり血を見るってのがどうにも。ならば私に任せてくれたまえ。他の者の分も
私がしっかりと決めよう。撃つべきは撃つ、説得すべきは説得する。判断を間違うはずもないさ。相手を見誤ってこっちが傷つくようなことは避けなくちゃいけないわ。それはいけねえよな。迷ったら撃つ、迷わなくても容赦はしねえ。細けえことは後から考えたらいいんだよ。俺は俺のできることをやるぜ。おのおの自分のできることをやる、そういうものかもしれませんね。その積み重ねの先に勝利があることを今は信じるのみです。ああ、全ては勝つためだ。先陣は俺に任せとけ。みんな準備は良さそうね。我々の力を見せてあげなさい。はい、イグナチュロレ重要説得今な説得今あれダリルルは새로운동로가좋을것같아요。발타자주나온다일주먹와기벽이하나도없다고저기다기벽이라고쇼벨트가네다법사두명의궁사야여기는나머지는뭐없지앞에버사둘이궁수야가장약한데보니까まだ見ぬ未来のために가스파드자이くぜ어얘애들도아차있네저거봐위에저거봐봐아애네다말타고있어서저렇게된거구나아그럼차으로가아도끼로가全てはこの戦いに勝利するために。行こう、我らの責務を果たすために。戦後勝手しっかりと俺に任せとけ。え、え、分満줘야지。私にお任せください。一緒に行動しましょうか。俺はどうすりゃいいんだ。手伝いがいるんだな。さて、ここは手を組む。俺手伝いがいるんだな。できるできないで。さ、協力してあ。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけど。予定通り行くわよ。私の力任せてちょうだい。내가처음에바쁘네간발비는진과기숙하게되어있네그로스타르학은타이간가시라라디스라바가오사에타중앙의색쇼아소코를기대니세메르바
あの関所はミルディン大橋攻略の要です。落とされては勝利は難しいかと。陛下のためここだけは守り抜きます。ラリスラバは包囲されている。急ぎ救出しよう。闇雲に突っ込んでは共に孤立するだけ。関所までの道のりを確保して。安全な任せてちょうだい。私の出番みたいね。よし、場所は必要ですからね。俺に任せとけ。さあ出るぞ。私の力見せてあげる。見ていなさい。守るよりは攻める方が得意なのね。予定通り行く。私が援護に回れば。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。俺の出番。頑張るわ。どうにか落として引き込まれる場所を。負けない。西側の敵に動きがない。な任せてちょうだい。私の出番みたいね。任せなさい。策があるかもしれません。所の奪還は急ぎたい。ボンゴありゃ。俺に任せとけ。あ、やっぱりボコやれた。やめてあげたまでよ。いいですね。その前西を潰しておくべきか。守るよりは予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。攻める方が得意なのよ。予定通り行くわ。私の力俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。任せてちょうだい。よし、この調子で進めて。援護は頼みましたよ。ええ、やっちゃいましょう。邪魔しないで。任せてちょうだい。私の出番みたいね。ベルの出番ですよ。予定通り行くわよ。私の力見せて。少し休んだ。しかし西側動き怪しい。怪しく思います。関所を目の前です。行きましょう。俺に任せとけ。援護に回るか。おっと、ここを通りだけは通行料を払ってもらうぜ。제기술갖고와제돈버는기술이잖아아ところに兵を伏せてるね。あれは傭兵。報酬を積んで説得できないかしら。今です。中央に出てきた帝国軍に矢の雨を降らせますよ。任せてちょうだい。私の出番みたいね。やはり待ち構えられていましたか。西に兵をやっておくべきでした。任せてちょうだい。私の出番みたいね。뭐야저승대지왜왜실패해이거했잖아뭐실패했지 아뭐실패했어아잘했는데
섭조에서 저기 대합했잖아 섭조. 모르겠다. 너무 늦게 잡혔나? 점상 같아. 안 맞은 것 같아. 私の力見せた。俺の出番か。今の私の舞台のこの砦で誰にも上がらせはしないわ。
俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。ベルの手うまくいくといいけどな。私の力任せなさい。私たち無事取り返します。予定通り行くわよ。やる気없어。여기다리건설하기있으면가자動くわよ。ついてきて。任せてちょうだい。私の出番みたいね。少し休んだろ。パチここで。なんと成功。邪魔だ。俺に任せとけ。よし、片付けに行く。本当に信頼のおけない漁師ね。奪い返せてよかった。やられちゃったわけ。まあ、お金よりは僕ちゃんの命がないか。何でもベルの出番です。うまくいくといいけどな。俺が任せて腹が立つ野郎だな。グロスタール博を優先して捕らえなさい。任せてちょうだい。私の出番みたいね。여기어디갔어여기까지왔지아이니까설마이게이때아저기다리다리있잖아다리予定通り行くわよ。다리있다고하지않았어予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。元々帝国よりだけど下るはず。どこに敵が潜んでいるかもしれません。大橋を完全に掌握しましょう。橋をかければ飛べずとも直接クロスタール博の陣に乗り込めますね。ベルの出番ですよ。うまく足りなかった。Hey!
俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。え、ベルですか。お前、名前よ。我らの力を見ろ。進軍開始ね。俺に援護に回るか。また見ていなさい。私の力見せてあげる。ベルの出番で援護が必要ですかね。任せてちょうだい。私の出番みたいね。あ、で、ジン、ちょうどビルトさんが。얘능력도좋던데아맞았는데도안맞아그로스타르의領地가広がっている組み入らせはしないぞ오히려대응이가좀괜찮지봐봐어우지금몇발동한건지모르겠지만상대는발동안하잖아時期に捕らえられるわ。いいだろう。僕は民のためにも死ぬわけにはいかない。ローレンツ、おのれ、我が息子を狙うとは。戦いもせずに下ったとあっては、我が領民に申し開きが立たないのでな。大事な着手を傷つけたとあってはグロスタールハクにやすやすとは下れませんか。言われなくとも邪魔しないで。手を貸して。派手に決めるぜ。言われなくとも邪魔しないで。潮時か。まずい。苦しいか。
とも邪魔しないで。皇帝陛下、私はここまでのようだ。グロスタール家は帝国に侵入しよう。勝ちましたが、この勝利も救援のための一歩に過ぎません。ええ、同盟領で戦っている味方のため先を急ぐわよ。勝ったが一息ついてる余裕はないな。ええ、抑えの軍を将兵と共に戻し、我々は再編した部隊ですぐに北上します。残念ながらベルグリーズ博らの救援に成功するまで勝利を祝いはしませんな。計算だと彼らの糧食は間もなく尽きてしまうはずです。もちろんこちらがグロスタール領に入ったことは伝わっていますから、救援が来るのは分かってるでしょうけれど、食べるものがなくなっては待つことも。グロスタール家の兵を引き上げさせれば敵の包囲にも隙ができるわ。あとは迅速に打ち砕いてやりましょう。あの男の策略をね。なかなか悪くない。リソットのアルラかな。これも波動を敷くため。この力で成長できたみたい。大事は相場用だった。この犠牲の先に예복이지금쓰고있는데예복이주인공이쓰고있다帝国は初めから我らを撃つ気がなかったようだな。最悪父上の処断を要求されるのではと懸念していましたが、帝国側の態度を見る限りそれも杞憂に終わりそうですね。これでも私は良き領主であると自負しているからな。私の命を奪ってはこの地がうまく収まらないと考えたのかもしれない。父上ほど領民に警護されている領主はホドラ・ヒロシといえど他にいないでしょう。だがそうであるならば、やはり今回は判断を誤ったと言えるだろう。名手の口車に乗って余計な戦いを起こすべきではなかった。それは負けたから結果的にそう思うだけで、勝っていれば違う評価になるのでは。ますます発展するグロスタール領を民は大いに喜んでくれたでしょう。戦いにもしもがないように、統治にももしもはありえない。あの時こうしていたらと思っても遅いのだ。故に私はお前に後を託す。お前なら私の失態を取り返してくれる。それに帝国にとって私は裏切り者。身を引かなければ余計な警戒を招くだろう。わかりました父上。この後に及んで僕も父上のその判断が間違っているとは思いません。これからは僕が帝国と共にある新たなグロスタール家を率いていきます。レスター一の名家の当主、新しきグロスタール伯爵として。陛下、グロスタール家は代替わりして嫡子のローレンツ殿が当主となりました。そしてそのローレンツ殿ですが、我らに帯同させてほしいとのことです。
リーガン家と戦うことで帝国に臣従する姿勢をしっかりと見せたいのでしょうな。軍には組み込んであげて、断る理由はないわ。承知しました。やっぱり貴族の考え方ってのはよくわからないよな。あんなに派手に裏切った奴の兵をなんで信頼できるんだ。傭兵が同じことしたらよくて追放で普通は殺されちまうぞ。そうでしょうね。できるなら私もそうしているわ。けれど代わりがいないのよ。漁師は誰でもがなれるわけじゃないの。まあそうじゃなきゃ貴族なんて誰もありがたがらないよな。ええ、それが今のフォドラの現実よ。でも言ったでしょ、私はこの世界を変えると。血によって支配者が決まるような時代は私が終わらせる。皆が漁師を目指せる時代が来れば、こんな思いは誰もしなくて済むわ。そのために共に戦いましょう。石炎の章、勇士たちの凱歌。ベルグリーズ伯率いる帝国軍を救援すべく、ミルディン大橋を落としたエーデルガルト、降伏せしめたグロスタール伯を代替わりさせると再度の恭順を誓わせ先を急ぐ。しかしクロードも黙って手をこまねいていたわけではない。救援を防ぐべく同盟の力を結集し、鉄壁の包囲陣を敷いて待ち構えていたのだった。グロスタール家は結局下っちまったか。仕方がないとはいえ寂しいもんだな。けど俺もその間手をこまねいていたわけじゃない。ここで救援に来た帝国軍を叩ければ包囲中のベルグリーズ伯も諦めるしかない。そのために同盟側も最高の布陣で臨むべくお前たちに集まってもらったわけだ。最高の布陣って何ですか。全く恥ずかしい。確かにね。でも人数は揃ってるよ。ああ、昔のヒルシクラッセが半分以上いるな。お役に立てるか分かりませんがお願いします。いやー、みんなよく来てくれた。残念ながら何人かは敵方にいるが。イグナーツもローレンツ君と一緒に帝国に着いちまったんだよな。その申し訳ないですが、コーデリア家はすでに帝国に恭順の意を示しています。私は両親に無理を言ってここに来ましたが、この戦いの結果遺憾では私はすぐに離れることになるでしょう。気にしないでリシテアちゃん、お家の事情はそれぞれあるからね。はい、私の父も状況が悪くなればすぐに帰ってこいと言っていました。やれやれ、仕方ない話ではあるが、同盟の結束はなんとやらだな。俺は最後まで戦うぞクロード君。あ、でもマーヤが危ねえってなったらそうもいかねえか。いいんだ、集まってくれただけで十分さ。そしてこの一戦で勝負を決める。実はお前たち以外にも凄腕の助っ人を呼んであるんだ。入ってくれ。ジェラルト傭兵団団長代行だ。よろしく頼む。ジェラルト傭兵団はつい先日も王国領で帝国軍と戦ったらしくてな、ちょっと王国に長居したくない事情があったみたいで、たまたま同盟領に流れてきたところで接触できたってわけさ。へえ、なんだか頼りになりそうな顔してるわね。雇われた以上必ず結果は出す。期待していてくれ。さて、
軍議を始めるわ。偵察兵からの報告にあった通り、この先レアドラまでの間は厄介な状態になっているそうよ。小さな砦や進軍を妨げる柵や罠などが所々に築かれています。また小規模ながら兵も複数箇所に伏せられているようで、一直線に進軍というわけにはいかなくなりましたな。その手間取っていて間に合うのかしら。ギリギリの状況なんでしょう。数日くらいならベルグリーズ博の気合でなんとかなるんじゃない。よまいごとと言いたいところですが、現状それに頼るしかありません。一応包囲の隙をついて食料を運び込もうと動いてはいるのですが、なかなか難しく。みんな辛いよね。大変な気持ちベルにはわかるよ。引きこもりにとって一番の敵は空腹だもん。この軍議の時間も惜しいのではないか。今すぐに行こう、救出に。ああすぐに出ちまう。助けられるのは俺たちだけなんだ。そうと決まればこうしちゃいられねえ。みんな落ち着いて。流行ってはクロードの思う壺よ。できる限り安全を確保しつつ、できる限り迅速に、その両立をしなくちゃいけませんね。ええ、そのために今回の軍の編成なのだけれど、